顎先の5番、いただき。顎先というのはこんだけ大きな顎の中の1匹から1点しか取れない部位なんです。こういう形で、要はこういう風な鱗模様をしています。なぜいただきという名前をつけたかというと、両サイドにね、太い目地がありますよね。こういう形で、その太い目地が顎の先に行くに従って内側に伸びていってるんですよね。これが伸びていくと、ここでね、一つに重なるようなイメージで、頂きを目指して伸びているような、そんなイメージを持ったんで、僕は頂きという名前を付けました。また後ろもね、多彩な表情をしてるんですけれども、さらに特徴的で、もう何かあったんでしょうね。生きてる中でついた跡がね、残っているんですよね。これが全体のね、表情の面白さをね、醸し出しているというかね、横に走るこの目地たちもめちゃくちゃランダムなんですよ。十分深さがあって、指で触るとすごくいい感触。顎先でね、こういう形でお財布作るっていうのは、この大きさじゃないと絶対無理なんですよ。だけど今回は最適な部位があったので製品できました。何事にでもね、頂点を目指す、そういう思いを持っている人には、この頂きという名前をついたこのお財布をね、持ってもらいたいと思います。